イタズバチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今日はですね、今までスルーしてきたジャンルというか、ほとんど私が興味なかったお酒のジャンルでございまして、缶チューハイでございます。缶チューハイっていいイメージがね、1ミリもなかったんですよ。まあ缶チューハイ言うたら固有名詞出して申し訳ないんですけど、あのストゼロという商品があって社会問題になったじゃないですか。手っ取り早く酔っ払ってベロベロになるという、あれ 9% やったよな。レモンチューハイがね、一時ブレイクをして、それは体的にどうなんやみたいな話になりました。そんなんをね、若者たちが飲んでたわけなんですよ。でこいつら何飲んどんねんみたいなことを私も思ってて、もう缶チューハイには手を出さんとことまで思ってたんですよね。まずいジュースやと思ってたもん。1週間ほど前の話なんですけどね、ウイスキーアドバイザーが缶チューハイを買うてきよったんですよ。お前何を飲んでんねんと。これですわ、アサヒの贅沢絞りという缶チューハイ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないです。でこの贅沢絞りっていうシリーズはいろんなものがあるんですけど、この白ぶどうっていうのはこれ今限定なんですよね。数量限定なんですよ。これを飲んどって、お前は何を飲んどんねんってなったんですけど、騙された思って一口飲んでみって言われたんですよ。うまいわけないやないかそんなもんいう、そういう押し問答があって、そんなもんうまいわけあれんがなって言ってね、まあその時再現させてもらいますとね、まさにこのグラスで飲んでたから、ね、そう、こんなもんお前贅沢絞りかなんか知らんけど、お前白ぶどうってお前美味しいわけないやないかって、うまやってほんまにうまいってなったんですよ、はい。ちなみにこのアサヒの贅沢絞りっていうので、ね、果汁が 37% も入ってる。なんとアルコール度数が 4% という、こぼしすぎ、あこぼした 4% でとても体に優しいチューハイやったんですね。 4% でビール以外だからね。でこの贅沢絞り一ケース買うてきよったんですよ、あまりの美味しさで。これ通年販売やと思ったら期間限定や。缶チューハイイコール悪って思ってたのが、この贅沢絞りをいただいて、ちょっと待てよと、これ下手なカクテルよりもうまいんじゃねって、バーテンダー泣かせじゃねってはっきり言うて、これ飲んだらバーテンダーとしてはめちゃめちゃ危機感煽られます。これ価格が驚くなかれ、リカマンで105円、ヤマヤが108円、水より安い、下手なカクテルよりもうまいって、どういうことっていうことになったわけなんですよね。で今回の動画なんですけど、このアサヒの贅沢絞りをまあご紹介をするんですけど、これね、いろいろアレンジした飲み方がねあるのでね、もうそれもちょっと一緒にご紹介をしていきたい。何も言われずにバーで出されたらめっちゃうまいやんってなるレベル。これアサヒさんなんですけど、もうキリンとかね、まあ、レモンドとかね、まあ、いろんな銘柄がいっぱい出てきて、そんなもん比較してたら体持ちませんので。酒屋のチューハイよりはやばい、やばいやばい、酒屋のチューハイやばいことになってるんですよ。今回はこのアサヒの贅沢絞りに特化した動画で、ちょっとアレンジの方法とかもちょっと今からあのご紹介をしていきたいと思います。私たちがハマったまず白ぶどうですけど、これはもう基本的にこのまま飲んでいいんですけど、昨日試してみたんやけど、レモンを 2,3 滴絞るとさらにうまくなります。今日はないんですけど、シャインマスカット入れて、これ入れて飲んだらやばいっていうのを、まあちょっと一つ覚えておいていただいて、贅沢絞りちょっといろいろ買ってまいりましてね、これ案件ちゃいますねまだもっといっぱいあるんで、とりあえずねいっぱいちょっと買ってきたんですけど、この中でね僕気になったやつをちょっとやっていきたいと思うんですけど、レモンなんですけどね、これレモンもなんと驚くなかれ 14% もレモンが入っとるわけですわ。これもやばない。でアレンジの飲み方、まず半分レモン入れまして、そのレモンの上からビールつきました、レモンビア、これやばない、これめちゃめちゃうまいがな、これあんたちょっとおしゃれなあのカフェテラスでレモンビールって出されたらここやるよなぐらいのレベルよ。テンション上がるよなこれ。贅沢絞りレモンとビール、ラガービール半々で割っていただくとね、めちゃくちゃ飲みやすいレモンビアができるということなんですね。まあ、ちなみにこれアサヒさんが提唱されてる飲み方をご紹介をしてます。普通のブドウがありました、これも通年商品で、ブドウを1に対してみかん、このみかんがねポンジュースが入ってまして、果汁が 30%、 こいつをですねこれに1対3で混ぜます。
すると奥さん驚く流れ、カシスオレンジ風になるわけなんです。カシス要素ないけど。カシス要素はないねんけど、朝井さんがそう言うたはんねや。俺が言うとるわけじゃないから。ちょっとこれ飲んでみたいと思います。どうよこれ、下手な店で飲むカシスオレンジよりうまいで。カシスの要素ないで。浅井さんが言ったなんや、カシスオレンジ風油。これやばい、これやばいや、やばいやろ。もう今んとこ全部やばいで。やばいよ。次のアレンジいきますね。桃、これ桃もね 31% 桃が入ってるんで。めっちゃ桃や。桃感あるじゃん。桃かじってるみたい。これは桃があるわ。この桃半分、そこにピンクグレープフルーツ、これが果汁 41% 入っとるんですよ。これはこの間俺さっき飲んでみてんけど、このピンクグレープフルーツ、これほんまにピンクグレープフルーツかじってるみたいやからな。そもそも色がもう重要なんですよ。桃と混ぜるわけですわ。1:1グレープフルーツピーチということで、これね、これも朝日さん推奨の味方で、こんなんバー出てきてみ、ここのバーテンダーすげえなってなんて。これさ、このチューハイがさ300円とかするんやったら、まあまあまあこんなもんやろうってなる。100円、2つで200円。奥さんどうですかこれ。これにな、ちょっと飾りしたら十分通じるぐらいのレベルなんですよ。特にこうオーセンティックバーでは厳しいと思うけど、こういわゆるちょっとこうカジュアルな感じのお店やったら全然大丈夫。でもこれさ、何にも言われずにオーセンティックバーでロングのフルーツカクテル言うてこれ出されたら、あ、ここのバーさすがうまいなってなるぐらいクオリティが高い。ちなみにこれね、ベースはウォッカです。どのレベルのウォッカを使用されてるかわからへんけど、ウォッカで 4% やから、ウォッカでいいやんか。だからそんな悪酔いもせえへんし、変なスピリッツ使えるよ。そうそうそう、価格が100円やし、はっきり言うてバーテンダー的にはちょっと危機感を覚えるというか、焦るというか、これやばいよ。どれ飲んでもうまいから、オチも何にもない動画でございまして、一品飲んでみてください。この贅沢絞り、けなす要素が全くない。私の個人的な感想、カクテルを作るバーテンダー的にはほんまにやばい。例えて言うなら、コンビニのスイーツが洋菓子屋さんのスイーツと味ともう双璧になってるっていう昨今の状況があって、まあ、それによく似た状況。この今物価上昇の時代に100円ってあんた置いてかれてるもん。駄菓子やないねんからっていう話ですわ、はっきり言うて。今開けてなかったよ。これキウイ何パーセントや。 13% キウイが 13% ということで、ちゃんとニュージーランド産ですよ。キウイやん、もうこれ。おー、キウイ食ってるみたいやね。これあのキウイの真ん中らへんのあの味がなんかちゃんと再現されてる気がする。甘いだけちごて、これどれもさ甘さをすごい抑えてある。まあそりゃこんだけ果汁入ってねえからな。これ甘さがベタベタせえへんの。ちょっと前のチューハイってさ、あの、せやね、甘味料がジャラジャラ入ってて、もうだから後味がめちゃめちゃ悪かった今までのは。で、変な酔い方すんだけど、今こうやってゴクゴク飲んでても酔っ払いにならない。甘味料が全く入ってない、変な甘さがない。イーストゼロって甘味料入っとんの。せやね、だからあれ変な感じ。わーって飲んだけど、一番すごいなと思ったのはレモンとビールやわ、うん、これが一番すごい。これはすごい。これはレモンとビールが一番やわ。試してみてください。他のね、キリンさんとかね、これぐらいのクオリティがあるのかなと思う。ちょっと全部飲んでられへんので、今回朝日さんだけですけど、結論的にはもうバーテンダーちょっと焦る危機感、ちょっともうちょっと頑張らなあかんなっていう、これをいただいてね、そんな気持ちになりました。興味の若者これ飲んだらもうこれでええやんってなるわ。絶対なる。そんなチューハイ事情でございました。これが参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram のフォローの方もよろしくお願いします。だからまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。みかんのやつ単独で飲んでへんやろ。ちょっと飲んでへん。もうポンジュース使ってんねんから、まずいわけないわな。それはみかんやわ。ちゃんとみかんのビター感が出てる。ポンジュース飲んでるよりうまいぞこれ。飲めば飲むほど俺は焦るわ。味だけやったら別にまあこんなもんやると思うんだけど、値段がな。もうカクテルよこれ。やばい時代になりました。ということでおしまい。やばい。